さつまいもの植え付けやってきて、苗余ったから、もらってきました。苗ね、切ってあるやつ。で、うちの庭の畑、家庭菜の畑も植えるところないんで、で、青森ってさ、意外と温度が上がらないのね。で、まあ、マルチ、黒いマルチをやれば、まあ、なんとか育つんだけど、まあ、普通に育つんだけど、マルチやるの俺好きじゃないから、めんどくさくて。で、簡単にできると思って、この袋に入れていきたいと思います。確実に成功させるんであれば、なんだっけ、培養土って言ってるじゃん。ああいうのでいろいろ入ってるやつが一番いいんだけど、立場があって、青森県有機農業推進協議会っていう組織があって、そこの理事やってるもので、化成肥料とか農薬とか使うのは立場上まずいんで、で、ホームセンターで売ってる培養土っていうのは、化学肥料、化成肥料とか、まあ、いろいろ発酵促進剤とか、なんかいろいろ薬とかも入ってるんで、そういうのを使えないです、俺は立場上。入ってないものもあるんだろうけども、売ってるもの、すぐ手に入るものを調べたら、みんな入ってましたんで、今回はそういうのをやめて、黒土にしてみます。黒土で大丈夫かどうかはわからない。けど、とりあえずやってみようってことで、黒土を買ってきましたね。で、やり方。よいしょ。やり方なんだけども、やって、まず袋ね。あら、切れにがね。上を切っちゃう。包丁地だ。よいしょ。どこだっけ？ファンケルになるのかな？このマークの包丁。もったいないかもしれないけど、一応よく切れるからね。仕事する上ではよく切れる包丁使わないとさ、怪我するからね。で、開けて。で下の方ね、今ちょっと下の方を少しだけ2センチぐらいのところに1、2、3、4、5、ほら、よいしょ。いかにね、さつまいもがさ、あれ排水、肥料やない植物だって、もう排水性はね、なきゃダメだから。今さらっと言ったけど、さつまいもってのは肥料、栄養必要としない植物です。ほら、さつまいもとじゃがいもと豆、こういうのはね、自分で肥料を用意するんで、肥料とか窒素か、じゃがいもか、肥料を用意するんで、まあ、飢饉対策として昔から植えられてるんで、ね、肥料なくても育つさつまいもっていうのはやっぱ楽だよね。で、くるくるしてってさ、よくほら、戦争の時の漫画とかアニメ映画でさ、今日も久しぶりかってさ、喋る子供の描写があったんだ、俺の子供の時の漫画だと。で、それなんでさつまいもなのかって言ったら、やっぱその肥料もな、もう資材もなくても、ただ植えればさ、できちゃうから、簡単だからね、なんだろうこれ、簡単だからさ、あれ、あ、ちょっと待って、これ、多分ムカゴだな、これ。山芋の種っていうか、まあ、ムカゴっていうんだけど、から芽出てるね。畑の脇に植え、あ、いや、一緒に植えとくか、これもう。なんで、まあ、肥料じゃなくて、簡単な植物なんだけど、それをさらに簡単にしたのがこの袋栽培でさ。で、これ縦上にしていくね。よいしょ。まっすぐ、地中に向かってまっすぐ。もう少し深くいきたいな。まっすぐ植えます。まっすぐ植えると。
実際斜めとか船底ってのがあって、斜め、船底こういう形でね植えるのと垂直に植えるの、斜めに植えると根っこが増えて量が増えるんだよ、いっぱい取れるんだって。垂直にやるといっぱい取れないけど大きいのが取れるっていう違いがあります。でまあ、まあ自分の調理法とか使いたいやり方、欲しいもの大きさに応じて変えてもらえればいいんだけど、まあ小さいし、ね、この袋の中がさ、大量に必要ではないんで、一つ一つ大きくしたいんでこの方式で植えていきます。さっきやり忘れたから 1,2,3,4,5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  よし、こっちも 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 よいしょ1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 まあこういう感じで、お日様に当たるところに置いてこれから栽培していきたいと思います。まあ、こういう袋に入ってれば日光が当たって、土の中が暖かくなってさつまいもがよく成長するんで、この方式をやってみます。まあ、これからもまたこの成長をね動画に記録してあげていきたいと思うんで、よろしくお願いします。